皆さんこんにちは、大分の坂地親方です。さあ2020年7月12日ようやくこの日が来ました。じゃん、大分トリニータ対ヴィッセル神戸、ついにですね観客まあ5000人までですが入ることができました。そしてこの昭和電工ドーム、ようやくですねこのシーズンが始まったなと思っております。今回はですね、まあ、2連勝中の大分、ですね、まあ、今日はスター軍団、ヴィッセル神戸ですよ、待ってろ藤本、恩返しするんだ、逆に小林誠吾、前田涼介選手、ぜひ恩返し決めてください。そしてイニエスタ選手なので強豪いますけど、今日も大分が勝たせていただきます。まあ、まずはですね、このドームで開催されることを感謝しながら、そしてまあ新型コロナウイルスやこの災害でですね、まあ本当にいろんな方が犠牲になられたり被害に遭われたりとしていると思いますので、まあ、少しでもですね、そこから元気づくようなプレーに期待しています。なお3密とかね、新型コロナウイルスに対応しながら私もまあおとなしく観戦していますので、皆様もよろしくお願いいたします。それではということで、まあ、今日の試合でなかなかねいいとこまで行ったんですけど、まあ、1対1御の字でしょう。まあ来週はガンバ大阪戦、私実は来週大阪行くんですけど、フェリーで一緒になったらどうしようかなって言っちゃって、ということで、まあひとまず試合は終わりましたけど、新型コロナウイルス、そして災害、なんとかちょっと気をつけましょう。頑張ろう日本、頑張らせ熊本、大分市の真剣ということで、これからも J リーグ、みんなで応援していきましょう。さあ次回ホームは名古屋戦です。私も行きたい、行きます、よろしくお願いします。それでは皆さんお元気で。